あ、また吹雪に唐揚げ食わしてえなって思ったな。これはね、もう一度食べたいものがあるんだ。レオの唐揚げが食べたいよ。この間ね、公式番組でなんか吹雪の分かり手グランプリみたいのやってたんだけどあれね、なんか吹雪がなんか最後に食べたいものをミオの唐揚げって書いてくれてて、なんか、あ、また吹雪に唐揚げ食わしてえなって思ったな。前食わしたなって、熱々の唐揚げ、なんか吹雪に唐揚げ食わしてえなって思った。うん、死ぬ前最後に食べたいものはに対して吹雪さんは何と回答したでしょうか。お考えください。これはね、これはね、もう一度食べたいものがあるんだ。これはなんだ、これはちょっとね、あれですね、思い出が深すぎるな。そう、思い出が、ヒントが欲しい。あ、思い出、ヒントは、ヒントは揚げ物ですね。あー、そうですね。揚げ物、揚げ物、ね、物でもあるけど、やっぱあの真心ですね、多分。あの真心、真心が大事、真心の君にね。そうですよね、君に。ね、うん、え、でもこれはね、もしかするとバカだよりかファンの皆さんの方が分かってくれてるのでは。あー、なるほど、なるほど。今コメントにね、正解がございましたね。お、これで見て、ほらほら、裏じゃないぞ、ほらほら、お、カンニングは、カンニングはなしでね。コメント見てません、お、やめてください。それは分かってます。不正では、不正ではないらしいです。不正ではないらしい、やめてください。まあね、誰の何かっていうのが大事ですね。そうですね、これの回答に対しては多分、広報分かり手ファンもにっこりな。そうです、これはね、見た瞬間、あー、にっこり。腕組み分かり手もにっこり。こうなっちゃう。これしかない。フレアが何、フレア分かるよね。多分分かるだろう。わためさんを食べようとするのはね、やめてくださいね、コメント欄でね。わためさんみたいなこと、死ぬ前にあげ、あげないで。死ぬ時は一緒だよ、死ぬ時は一緒だよ、わためあげながら。はい、お二人とも書けましたでしょうか。それではシンキングタイム終了。カンカンカン。それでは回答を見ていこうと思いますが、わためさん、はい、答えをお願いします。ミオさんの唐揚げですね。ミオ先輩の唐揚げ。なるほど、なるほど、なるほどね、わため。一回みんなでご飯食べた時に、ね、言ってた気がするのよ。ミオ先輩とかとご飯食べたやん、スバルちゃんとかと。お前聞いたことないんだよ。なるほどね、乙女。それではフレアさんも行きましょうか。フレアさんお願いします。私のはこれです。いや、なんかミオ先輩かなとは思ったんですけど。なるほど、なるほど。でも油揚げってミオ先輩作るものじゃないかと思って。なるほど、なるほど。確かに吹雪さんといえば、しかもさっきの問題の流れには沿ってますよね。ちょっと狐に手入れしちゃったんですけど。油揚げか。油揚げはもうね、確かに、油揚げじゃなかったらもうわからんわ。じゃあ見ていきましょうか。それでは正解をお願いします。はい、正解は狼ミオの作った唐揚げ。おー、唐揚げ、危ない、危ない。わためさん正解です。わため正解です。初耳だよ。聞いてみよう。どうした、昨日の放送でも言ったんだけどさ、うん、マネージャーが仕事さ、ダブルブッキングさせやがってよ。おいおいおい、何やってんだ、マネちゃん。おいおい、それはね、なんかもう、結構前から分かってたんだけども、すぐ次のところに行ってきますってして、もう疲れた。なるほど。じゃあ結構昨日お疲れだったんだね。そう、お疲れだったんだよ。あ、お疲れ様です、うん。大変でしたね。そう、疲れたから、ミオの唐揚げ食べたい。うちの唐揚げあげてあげたいけどね。ミオの唐揚げが食べたいよ。もうあげた片っ端からね、箸を伸ばしても欲しいからね。あ、そう、寝てるか、寝て口あげてるから、さっき入れてくれ。入れてくれ。唐揚げを。そっから揚げ、あひあひ言いながら食べて。自動で食べる気だな、それ。自動で食べる気。おぼろめ何人か並んでるからな、唐揚げ待ちが。
わ、唐揚げまだかな、ワクワク。わ、わ、わ、川の字で寝てるから。変な回だな。嘘。うん。唐揚げもさ、今日ヤフーニュースになっててさ、うちが揚げた唐揚げをモデリングしたものがシャッフルメドレーに出てきたんだよみたいな話になったじゃないですか。なんか最初なんで唐揚げを持ってくることになったのかっていうね、説明を受けたんだけど、まあなんかそのモデリングの監督みたいな方がなんか最初はスーパーで買ってきたみたいな普通の唐揚げをモデリングしようみたいな感じでモデリングをしてみたんだけど、なんかしっくりこないと。唐揚げにしっくりも何もないと思うんだけど、なんかしっくりこないなみたいな。やっぱりここはミオさんの本物の唐揚げを使うべきなんじゃないんですかみたいな感じになって、まあそれでなんかそのうちがたまたま収録でスタジオに行くときにマネちゃんから、何月何日のあの収録の際にですね、あの唐揚げを揚げて持ってきていただくことって可能ですかって言われて、え、なんでってなったんだけど、まあなんかあのモデリングしたいらしいって言われて、ん、何に使うのって思ったけど、何かしらに使うんだろうという予測のもと、わかりましたって言って前日にちゃんと鶏肉買ってきて、で当日ね、朝の9時ぐらいから起きてちゃんと唐揚げを揚げて余熱を取って、衣とかが剥げないようにちゃんとこう油でベタベタならないように工夫して、結構大きめのタッパーに詰めて持っていったんですよね。そしたらですね、翌日もまあ収録があってマネちゃんに会ったらですね何にも入ってないカラッカラの洗ったタッパーが、ミオさんこちらってありがとうございましたって返却されて、あ、いえいえ、これ食べてあるんですかつって、多分召し上がったんじゃないかと思いますみたいな。まあでもなんか食べずにそのまま現物帰ってきても困ったから、あの食べてもらってよかったんですけど、あのぜひですね、あのこれをもし見ているスタッフさん、食べたスタッフさんがいらっしゃったらですね、感想を教えてほしい。うちはね、あのね、美味しかったですの一言があればね、幸せなので、感想を教えてほしいです。ぜひぜひ。美味しかったですとか、感想をお待ちしてます。はい。もうそれだけで幸せなんだ、うちは。美味しかったですよだけで。ちゃんと、つけたりとかしたから。下味もそうだし、下味の前の下処理とかもしたからさ、ちゃんと胸肉だけど柔らかく唐揚げできたし、美味しかったから自分で食べてもちょっとね、感想を聞かせて欲しかったなーって、はい、そんなことがありました。そういう裏話がねありましたと。まさかシャッフルメドレーで出てくるとは。いやそうだよ、作ってきてって言われてタッパーだけ翌日帰ってきたんだよ。無言で。無言の期間だよ、タッパー。無言の期間。まあ、でもあれだけね、すごい、機材の中がね、竹串みたいなのに刺されて、唐揚げくんもそうなるとは思ってなかったやろうと、相当に混乱したと思いますよ、唐揚げサイドもね。唐揚げサイドの話しちゃった。